どうも、野球バカの日向田です。はい、ということで、えー、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。これ、背景何なんだろうとずっと思ってたと思うんですけど、僕、カープの他にも日向坂46っていうアイドルが好きなんですよ。秋元康さんプロデュースの 坂道系アイドルなんですけど、その動画もこのチャンネルでちょくちょく上げていこうかなと思っています。ただね、えー、この野球の動画もどんどん上げていくのでね、皆さんお楽しみにしていてください。はい、ということでね、まあ去年のカープなんですけど、用意い <laughs> ただね、まあよくやったのかなっていうシーズンでしたね。シーズン中にクラスターが発生して、主力選手がガラッと抜けたり、 正保子の翼選手が抜けたりした中での4位なんでね。まあほんと中盤あたりはね、最下位になっちゃって、まあこれ大変だなと思ってたんですけど、まあまあまあ、よく4位で耐えしのいだかなと。最後の方もね、ジャイアンツに迫るような勢いで、ファンをワクワクさせてくれてたんだよね。うん。まあこういうシーズンもありますよね。ということで、来年頑張ってほしいなと思います。えー、まずね、野手。もう野手はすごかったね。 特に打率ランキングカープがそうなめでしたよ。まずね、首位打者取ったのは、これ聖夜選手ね。うちの主砲メジャー挑戦のね、聖夜選手が3割1分7厘で首位打者。で、2位が坂倉選手だからね、この高卒5年目の選手が、23歳の選手がね、打率ランキング2位ですよ。しかも、は、3割1分5厘で、 二輪差。聖夜選手と二輪差のね、2位ですからね。ほんとすごい。で、続いて8位の小園選手。小園選手も高卒3年目で2割9分8輪だからね。よくやってくれてますよ。まあ若い選手の話はね、後でしていきたいなと思います。で、10位に龍馬選手。うちの龍馬選手ね。2割8分6輪ということで。 今年のね、アンダーランキングで言うとね、チームトップのアンダ数144本を記録してるんですよ。うーん、まあ、バットを変えたりね、いろいろ悩んだシーズンかなと思ったんですけど、それでも、最終的には2割8分6厘残してるんでね、聖夜選手が抜けた後の、この94年世代、頑張ってほしいなと思います。はい、続いて投手で言うと、最多勝の栗選手ですね。 ちょっと申し訳ないですけどね、まさか栗選手がこう去年最多勝を取るとは思ってなかったです。正直。防御率も今年は3.81だったんですけど、まあ、テンポが良かったんでしょうね。うん、テンポよく投げてて、ヤシも守備からリズムを作っていたからこその、この13勝という勝利だと思います。FA で残ってくれたんで、来年も2桁勝ってほしいなと思います。 で、守護神の栗林選手ですね。37セーブ。新人王も取ってくれました、この栗林選手。本当にすごい。もう防御率なんて0.86ですからね。考えられないでしょ、これ。53試合登板して、失点はわずかに5。うーん。西ブ王のスワレス選手がえ42セーブで防御率1.16なんだね。 そのスワレス選手よりも防御率が低いという栗林選手。まあ、このセーブに関してはね、本当にチーム次第っていうところもあるので、うん、まあ、しょうがないんですけど、来年こそはね、セーブを取ってくれるんじゃないかなと思います。まあ、でもね、ちょっとね、酷使されすぎて、怪我っていうのが一番ね、心配なところなので、そこもね、使い方考えつつね、なんとか、いい活躍をしてほしいなと思います。はい。 で、ま、この中に入らなかった選手で言うと、林選手ですね。林選手。林選手は、まあ、2020年シーズンわずか4試合の出場だったんですけど、去年は102試合。えー、もう、何倍 ?20、20倍超えですよね。の試合に出てて、打率も2割6分6厘。ホームランも10本というところでね、今年プチブレイクを果たした選手です。 まあ打率2割6分6厘なんですけど得点圏打率が2割8分9厘というところでねここがね本当に希望を持てるなと思います来今年は誠也選手がいないんでね誰が4番になるのかっていう問題なんですけどこの林選手なんかもね全然4番の可能性あるのかなと思ってますねはいということでここからは今シーズンの話していきたいと思います、まあ、まず先発ピッチャーですよね、えー おそらくローテだろうなっていうのが、クリ選手、大セラ選手、えー、森下選手、あとトコダ選手。このあたりなのかなと思いますね。まあ、あと2枠はね、えー、若い選手だったり、野村選手あたりがね、競争して奪いに来るっていう形なんじゃないかと思います。まあ、このトコダ選手なんかは、去年の9月4試合投げて防御値0.93、3勝1敗という成績をね、 残して、10月にね、ちょっと2試合投げて、防御率8.44と荒れたんですけど、今年へのね、いい兆しが見えていたので、ローテーション入ってくるんじゃないかなっていうのはありますね。で、野手は、まあキャッチャーは翼選手、ファースト坂倉選手で行くのかなうん。で、セカンド菊池選手、サード林選手、ショート小園選手。で、外野は龍馬選手と、外国人のマクブルーム選手ですよ。うん。<laughs> 去年はまあマイナーで115試合出場して32本塁打打ってまあマイナーのホームラン王だったんでねこのマクブルーム選手がどんだけ聖也選手の穴を埋められるかですね一応登録は内野手ってなってるんですけど外野もできるみたいなんでねおそらくライトでの出場になるんじゃないかなと思いますまあ,あと1枠はね野間選手とか宇草選手 大森選手あたりがね争ってくるのかなとそんなところですねうんでせい選手が抜けて今年カープやばいんじゃないのって思ってるそこのカープファンの皆さんもう2016年はその前年に前エケンさんがメジャーに行って次の年に優勝してますからっていうジンクスなら、まあ、今年は優勝ですよねはいということでねそんなポジをそのまま今日の動画を終わりたいと思いますやっぱり野球って 「バイバーイ命懸けた勝負の舞台恐れずに進め」